こんにちは、武蔵です。今回のテーマは質問が届いていたので、そのことについてお話ししようかなと思います。YouTube のコメント欄に稲荷のりとの説明をぜひしてほしいとのことで、リクエストをいただいたので、今回は稲荷のりとについて説明したいなと思います。よろしくお願いします。まず稲荷のりとなんですけど、もうこの動画を見てくださってる方はもうご存知のように、のりとっていろんな種類がすごくたくさんありますよね。その中でも、例えば自分が大好きなお稲荷さんの神社に参拝に上がるときに、どののりとをあげたらいいのかなっていうときに、ここの壁にもかかってるんですけど、その払い言葉よりは稲荷のりとを唱えてあげた方がお稲荷さんの場合は大喜びになられるんじゃないかなとは思いますね。なので僕は稲荷のりとはもう暗記してるんでそのまま言えちゃうんですけど、稲荷のりとは結構簡単だと思うんで、もう毎日朝昼晩ぐらい唱えれば誰でも簡単に暗記できるんで、ぜひ覚えてみてください。では説明していきたいなと思います。稲荷のりとをなぜあげるかっていうよりは、神棚の前に先に神社の話だけしておくと、神社参拝して、神様に手を合わせて挨拶しますよね。でってやって、住所だったり自己紹介して神様と、コミュニケーションを取ったり、場合によっては願掛けされる方は願掛けされると思うんですけど、それはそれで全然 OK だと思います。で、神社の神様っていうのは基本的に行って、神様こういうことがあったのでこういうふうにしていただきたいのでよろしくお願いしますっていう話を言うだけでも叶えてくださる場合とか、そのきっかけ後押ししてくださる場合もあるんですけど、どっちかっていうと願掛けする場合においては、神様すいません、いつもこうやって参拝させていただいて本当にありがとうございます、毎日本当に感謝しておりますと。で、神様がもう、いつも本当にお忙しいと思うので、神様がゆっくり、休む時間取ってください、そして神様が、毎日、365日、幸せに過ごせるように私からもお祈りさせていただきますと。どうか神様幸せでいてください、そしてこの神様がいらっしゃるこの神社に、来てくださるその参拝客の皆さんにもどうか幸せが行き届きますようにっていう、例えば、願いというかそういう言葉を神様にかけるとどうなるかっていうと、神社の場合はまず自分が先に神様にこう与える方が、先なんですね。で、与えてあげる、そうすると神様はお前みたいなやつは珍しいなと、私のことをそんな祝福して私に幸せになってほしいって祝ってくれるのか、お前は本当に可愛いやつだな、なかなか、じゃあお前にもじゃあちょっとこの幸せをおすそ分けしてやろうっていうことで、こう、投げたものがそのまま跳ね返ってくるっていうイメージなんですよ、僕の中の神社っていうのは。これが神社の種類とかその御祭神によってちょっとニュアンスが変わってはくるんですけど、基本的にそういうイメージですね。で、そこで祝詞を奏上するとどうなるかっていうと、祝詞ってそもそも、祝う言葉って書きますよね。お祝いの祝うっていう言葉に、ごんべんにつかさどるっていう字で、祝う言葉で祝詞って読むじゃないですか。簡単に言ったらその祝福する言葉を神様に対して捧げるっていうことですね。祝詞を奏上するっていうぐらいですから。で、やっぱり祝詞っていうのは神様自身が聞くとどうなるかっていうと、神様自身がすがすがしい気持ちになって癒されるんですよね。で、神社などの神前でその祝詞を唱えられたことがある方は分かると思うんですけど、しっかり唱えた後は自分がすがすがしい気持ちになると思うんですね。で、それはその時自分もすがすがしくなってるんですけど、そこにいらっしゃるやっぱりその神様方だったりそのご眷属様も祝詞を唱えることによって癒されるんですよ。ですごいすがすがしい気持ちになったのがそのまま跳ね返って自分にも来るっていうことは、神前で感じるその気持ちとか感情っていうのは神様の感情気持ちがそのまま跳ね返ってあなたに入ってくるっていうイメージなんですよ、僕の中では。なので、そもそもごめんなさい、ちょっと前置き長くなっちゃったんですけど、その祝詞っていうものがどういうものかっていうのは、まずその神社の仕組みとかその願掛けとかっていうものが、もらうんじゃなくて与えに行くっていうニュアンスなんですね。その祝詞を奏上するにしても、その何かお願い事をするのも全然いいとは思うんですけど、どっちかっていうと神様に与えてあげたり、その神様や周りにいらっしゃるご眷属様を癒してあげることで、その跳ね返りがこっちに来るんですよ。それは見返りを求めてやるんじゃないんですよ。その神様に本当に心の底から幸せになってほしいな、この神社に来る人がみんな本当にハッピーになったらいいなっていう、本当にその純粋な気持ちで真心を持って神様に接することで、やっぱり神様は純粋な人すごい好きなんで、
そうするとお前は本当に、ね、綺麗でピュアな心を持ったやつだなって、お前みたいな純粋なやつは願い事も何にも叶えんとこっちの幸せばっかり願ってくれて本当に嬉しいよって、お前の願いでも一つ叶えてやるかって、もう勝手に叶えてくれるんですよ、そういうことばっかりやってると。でその際っていうのはやっぱりその何て言ったらいいのか、自分の欲とかその見返りっていうのを求めずにやっぱりやることがすごい大事なんじゃないかなと思います。はい。で祝詞についてもやっぱり同じで、その祝詞を唱えることで自分に何かが起きるとかっていうのもまあなくはないんです、もちろんあるんですけど、どっちかっていうと そこにいらっしゃるやっぱり神様を癒すっていうのがやっぱり先だと思うんですよね。で特に稲荷祝詞ってまあお稲荷さんに対して掃除をする祝詞なので、当然まあお稲荷さんってどういうご祭神かってまあ僕の動画で説明していますけど、まあ、人間とかに感情とかが限りなく近い。でこれ言葉ちょっとごめんなさい誤解されるといけないんですけど、稲荷神っていうのは低級霊っていう部類に入るんですね。低級霊っていうのはその浮遊霊とかその辺にいるお化けと同じ低級霊って、そういう意味じゃなくて神様の中の天界側にいる、天界側にいるその神格の高い神様たちの中で低級霊の方に入るっていう意味で低級霊です。だから低いっていう意味じゃないんです。ご眷属様のそのお狐様もしっかり天界側の使いとしてそこに入ってる部類なんで、その辺にいるその浮遊霊とかそういう低級霊ではないっていうことを先に言っておきます。なんでその低級霊っていうことは神様界の中で神格は高いしもちろん天界側にいらっしゃるんですけど、人間に限りなくやっぱ近いんですよ、その低級霊っていうことは。で感情だとかそのいろんな言葉とかっていうのはコミュニケーションがやっぱりお稲荷さん一番取りやすいんですね、神様の。なのでやっぱりこう稲荷祝詞を唱えることでやっぱそこにいらっしゃるお狐様だったり、まあ、ご祭神の神様が癒されるわけですよね。なのでごめんなさい本当に前置き長くなっちゃったんですけど、稲荷祝詞っていうのの、まあ、意味についてごめんなさいお伝えしたいなと思います。で、私そんなに祝詞上手ではないんですけど、まあ、一回実際に稲荷祝詞をちょっと読み上げたいと思います。こちらはですね、実際に、墨と筆で、和紙に書いた稲荷祝詞ですね。売ってるものではなくて自分で作ったものです。はい。これ覚えたかったら、一時停止してスクショしていただいたらこれ読めるし、まあ、ネットで調べても稲荷祝詞って出てくるんで、はい。実際に稲荷祝詞をちょっと読み上げていきたいと思うんで、読んでる間は、まあ、手合わせてもらってもいいですし、目つぶってもらってもいいし、ちょっと下向いてもらってもいいし、その方が入ってきやすいんで読みたいと思います。よろしくお願いします。かけまくもかしこき稲荷の狼のお前に、かしこみかしこみもおまおさく、明日に夕べにいそしみつとむる、家のなりわいを緩むことなく怠ることなく、いやすすめにすすめたまい、いやたすけにたすけたまいて、家角高く吹き起こさしめたまい、かきわにときわに命長く、海の子のやそ続きに至るまで生かしやぐはえのごとく、立ち栄えしめたまい、家にも身にも我が神の我がごと荒らしめず、過ちを犯すことのあらむをば、かむなおび、おうなおびに見直し聞き直しまして、世の守り日の守りに守り先はえたまえと、かしこみかしこみもまおす。読ませていただきました。聞きたくない方はスキップしてもらって全然大丈夫ですんで、先に言っとけばよかったですね。はい。で、稲荷祝詞の意味なんですけど、まあこのまま説明できるんですけど、ちょっと手元に資料があるんで、まあそれちょっと少し読みながらお伝えしたいなと思います。で、まあ稲荷祝詞の、まあ、意味はすっごい簡単に説明してしまうと、まあその稲荷狼に対して、まあ、自身の健康だったり、まあ、
家の繁栄とかその自分が道を誤らないように、まあ、昼夜見守ってほしいっていうことなんですね。で、稲荷の人の、まあ、全文を、翻訳というか意味を訳すと、まあ、口に出すのも恐れ多い稲荷狼の、お前で、恐れ多くも、申し上げますと。で、朝晩働くこう家業を緩まず怠らず続けられますよ、まあ、一層こう、ね、励まして援助してくださって、もう家紋をこう交流させてくださり、固い岩が永遠にそこにあるように、命も長く子孫を長く続けて、続きいて多くの、繁栄させてくださり、家にも身にも曲がった神の、神の曲がったことを荒らせないで、過ちを犯すことのあるのを曲がったことを直す神様のお力をもって見直し聞き直し、なさって、夜も日も守って、先祝いを与えてくださいっていう、まあ、ごめんなさい、ちょっと神々でしたけど、まあ、ざっくり言ったらそんな感じです。で、まあ、稲荷祝詞を、どういう時に読むといいのかっていうと、まずその、お稲荷さんに神社参拝した際に、まあ、その住所氏名だったり、まあ、自己紹介して、で、まあ、その時に稲荷祝詞っていうのを奏上します。で、お供え物がある方は先にお供え物を置いた状態で、稲荷祝詞を唱えてください。神様が実際にいらっしゃる神社であれば、稲荷祝詞を奏上した時にそれで、神様が出てきてくださいます。その出てくる感覚は、もう何回も繰り返してたら分かるようになります。あ、今出てきてくれたなっていうのがもう感覚ですぐ分かるようになるんで、でもう祝詞自体がその神様を、まあ、正式に呼び出すというか来てくださるための行為なので、まあ、その祝詞を唱えた後に神様とこう喋る、祝詞を唱え終わった後に、まあ、手合わせて神様と会話とすれば、向こうも聞いてくださるので、その時にまあ感謝だったりそういうことを伝えるといいのかなとは思います。はい。稲荷祝詞とはその、例えばですけど、その願掛けとかをされない方に僕はすごくいいんじゃないかなと思います。その願掛けしちゃうと、例えばそのお礼参り行かないといけないとか、まあ、いつもよく聞くくだりの話があるんですけど、まあ、そういうのがちょっといろいろあるとあれだなってちょっと考えちゃう方は、神様に願掛けしづらいし、だけどちょっといいことあったらいいなみたいに思う人は、まあ、別に参拝するだけでも全然もちろんそこの波動っていうのが自分に入るんで、それだけでももちろん運っていうのは多少上がるとは思うんですけど、でも稲荷祝詞を奏上することで、それよりももっとこう、まあ、あんまり御利益って言いたくないんですけど、まあ、御利益的なものはあるんじゃないかなと思います。っていうのはやっぱりさっき言ったように、神様はやっぱ癒す行為になるので、稲荷祝詞を伝えることで、まあ、神様だったりそこにいらっしゃるお狐様ですね、ご眷属様がやっぱり癒されるってことで、まあ、その跳ね返りがありますよっていうことですね。それは別に見返り求めなくて大丈夫です。跳ね返ってくるんで、はい。で、稲荷祝詞に書いてあるその言葉の意味っていうのが、やっぱりそのね、私がやってるその仕事だったり家業を、まあ、朝晩ね怠らず緩むことなく一生懸命頑張りますので、どうぞ励ましてくださいと、援助してくださいっていうか、その励ましてくださって援助してくださってありがとうございますっていう、まあ、そういうことですね。で、まあ、子孫が繁栄して長く続いていきますようにと。で、その曲がったことや間違ったことがないように、神様に、見てもらって聞いてもらって、それを正してください、直してくださいと。で、夜も、ね、昼も守ってもらって、で、幸せとか先祝いを与えてくださいっていう、そういうことなんで、もうその中に願掛けしなくてもこう入ってるんですよね。その五穀豊穣だったり、その豊作の祈願っていうことは、現代で言えばその、まあ、お仕事とかその、まあ、金運アップっていうんですか、そういうものにまあつながるものだと思うんで、まあ、衣食住に困ることないようにとか、まあ、あと縁結びだったり、家内安全とか、まあ、諸願成就とか、そういうことにもまあつながるっていうのは、まあ、稲荷神社だったり稲荷祝詞ではあるので、まあ、僕よりももっと詳しく説明してくださる方が、まあ、YouTube だったり他ウェブサイト検索したりいっぱい出てくるとは思うんですけど、僕の解釈ではそんな感じですね。願掛けはしたくないけどちょっとご利益欲しいなって思う方、プチご利益が欲しいと思う方は、稲荷の糸で神様とご眷属様を癒してあげて、でその跳ね返りを、まあ、いただいて帰るというのが一番僕はいいんじゃないかなっていうのと、まあ、あとは実際に、まあ、見えもしない聞こえもしないけど神様をちゃんと感じてみたいんだっていう人は、まあ、神社行って手を合わせるだけでも全然いいとは思うんですけど、お稲荷さんだったらやっぱり稲荷の糸っていうのを奏上することで、よりやっぱり出てきて、
来やすくなる、出てきてくださるので、まあ、その出てきてもらったタイミングで会話をした方がよりこう長く、お話できるんじゃないかなって思います。であとはそうですね、付け加えるとこう家にまあ神棚、お稲荷さんの神棚がこうやってある方は、もちろん、ね、朝拝夕拝とかってそれぞれ皆さん神棚ある方はされてるとは思うんですけど、まあ、朝とか夜にその稲荷祝詞っていうのを掃除をすると、まあ、当然ここ榊があって、お社があってお札が中に祀ってると、ここに神様霊堂を作って、眷属様だったり来てくださるん でずっといるかどうかは分かんないけど定期的に 見回りには来てくださるので、前他の動画で話しましたけど、お榊とお札と神棚があるとそれを目印にそこに波動が宿ってますんで、そこの祀っているお札の神様だったりご眷属様がちゃんと来てくださいます。でその際に朝拝夕拝の時に、まあ、お供え物をしたりして、まあ、稲荷祝詞と、あとは、まあ、稲荷御社大明神払いと、稲荷狼碑文っていうのがあるんで、まあ、その3種類唱えれるとすごく、お稲荷さんの間の場合は喜んでくださいますし、まあ、守護していただけるようになるんじゃないかなと思いますね。まあ、自分がなんか幸せになりたい、幸福になりたいっていうよりは、その神様の、まあ、ご加護とかその波動をいただいて、自分が日常を、まあ、まがごととかそういう罪汚れからまあこう払ってもらって守護してもらうっていうイメージですね。まあ、そのために神棚っていうのはまあ自分の言ってしまったらちっちゃいこう舞神社ですから、家にある、まあ、その舞神社を使って祝詞と掃除をして、でそこから神社に直接声は届きますんで、神棚があれば届けてもらって、でまあ祝詞で神様を癒し自分も癒してもらうと、これが一番いい、まあ稲荷祝詞の唱え方なんじゃないかなということで、今日ちょっとごめんなさい長くなっちゃいましたけど、稲荷祝詞の説明に関してはそんな感じで終わりたいなと思います。稲荷祝詞に関して詳しい説明をまたブログの方にも書くので、それ書けましたら、YouTube の概要欄に貼っておくんで、今日の動画と合わせて見てもらうとより深いところで理解できると思いますので、興味があれば読んでみてくださいということで、今日はこの辺で終わりたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。